どうも、トメンテニスチャンネルのトメンです。はい、今回はタウンテニス大泉学園さんで、試合出させてもらいます。で、今回 MJ とちょっと試合を出る予定だったんですが、ちょっと家庭の事情で、出場できなくなってしまったので、ペアが、はい、この前僕がアレスという、関東の社会人サークル参加させていただきました。練習に参加させていただいたんですが、その時、伊藤選手と、試合をさせていただきました。ということでちょっと MJ の、まあ、代わりといってあれですけど、伊藤選手に出ていただくということで、今日2人で頑張っていきたいと思いますので、優勝を目指して、はい、はい、頑張りたいと思いますので、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあどうぞ。はい、今回はタウンテニス大泉学園にて試合させてもらいました。はい、今回ちょっと MJ と出る予定だったんですけど、 MJ がちょっとね、はい、諸事情によってはい、よりませんでした。はい、ということでアレスの伊藤さん、伊藤さん、はい、覚えてますかね皆さん。重かったです、ね、最強の伊藤さん、はい、ターン打ってますね。弾丸フォアでしたよ。早速初めて組んだんですが、ちょっと関西にいないようなフォアハンドというか、そう、ね、プレーというか、もう、飛び抜けてましたもん。飛び抜けてましたね。はい、でもなんかこうリペアリングがどうこうとかいうのはなかったですけど、お互い朝を会った時はどうするみたいな、ちょっと気まずい、ちょっと気まずい感じやったんですが、こう試合を重ねるたんびにむちゃくちゃ仲良くなりました伊藤君。もう伊藤君って言います。はい、伊藤君かなりフォアが冴えてるらしく、ガンガン行きましょう言ったんですけど、最初はちょっと抑えてましたね。はい、あの関東なので対戦相手の方がどんなレベルなのかっていうのは全く分からず、怖いですねあれ。そうですね、はい、未知数なんでね、はい、とりあえずブレイクですね。はい、これ形式としてはリーグで3組で1位2位だけ上がったかな確か。1位2位トーナメント、そうそうそう、で3位トーナメントやったかな、はい、うん、で1位2位トーナメント上がった後に決勝トーナメントって、はい、形で何組とかな、8組、うん、9組なんかその辺ぐらいかな、ちょっとはっきり覚えてません、はい、すいません12組ぐらいいたら。募集8組じゃなかったか、8組か、あ、じゃあ8組や、はい、うん、さあ40ラブサービスゲーム40ラブって一番くやね。これリーグっすよね今。これ今予選のリーグっすよね。おお、今の出た編曲ですね。早速2-0。2-0。ここまでお互い様子見てる。相手見るっていうより伊藤君どんなことするんだろうみたいな。お互い様子見てる感じですね。そう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 。もやん意外とできひんのかーみたいな。すみませんね。はい、ダブルスこの日ちょっと久しぶりでしたね。ダブルス、さ、相手の人も結構うまいですね。うまいかったですね、うん、全体的にはレベル高かったですか。高かったですね、高かったです。はい、もう本当に関東のさ、あ、インスピで出たやん、はい、俺らで、はい、インスピも出て、これも出て、2試合出たのか、うん、ちょっとずつ関東のレベルもそうですね、とか言って全然違うんかな、なんか違う大会どうなんですかね、うん、分かんないですけど、関東って白子、はいはいはい、白子フェスティバルやったっけ、有名ですよね、有名な、うん、あれちょっと出たいよな。出たいですね。なあ、お祭りっすよね。お祭りお祭り、なんか一泊二日でやるって言ってて、はい、伊藤くんがめちゃ面白いこと言ってて、うん、うちのジムで一緒に出ましょうよとか言って。あ、団体もあるんか。そうそう、なんか団体戦、あ、せやせやせや、団体のこと言ってた。次団体があるのかな。うん、アイスボレーすごいアングル。ありがとうございます。サーブ早かったですもんね。うん、
サーブとフォアね、うん、って言って次の大会からバック狙われまくるんだよ。できるっしょ、バックの絶対できる、大丈夫。金曜日ゆとくん、この日、硬かった。あ、そうっすか。うん、なんかパンチがあるっていうよりは硬いテニスで、ファーストボレーとか超うまいよね。あれ、そんな硬かったとか思って。ガンガン打ってましたね。めちゃくちゃ打ってたのに、あの日。お、いい感じ、こういう感じ、こういう感じ。あ、これはね、あの、忘れてくださいっていうことで。あっこむずいよな、でも。確かに、うん、微妙なスピードっすもんね。そう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 。あれ、ウコンさんが言ってたけど、あの、はい、一緒に試合してしまったの、はい、ウコン選手。ウコンさんが、お気に使わねえって言ってましたよ。うまい人、胸筋使うって人結構多いっすよね。あ、やっぱ多いんや。胸筋使わねえんだ。初めて聞いた、俺。さあ、ほうじさんでいい。いいサーブ。ナイス。ジョー君のスピン、なかなか効果バッグ読んで人にクシュってほしいな。球めっちゃ速かったんすよ。めちゃくちゃ速かったよ、お前。一発目かなんかにさ、はい、なんかブレークポイントかなんかで、はいはい、フォアハンドパーンって抜かれたの覚えてる俺な、はい、あれビビるぐらい速かったよな。めっちゃ速かったっすよ。急にめちゃめちゃ球速い人出てきたと思ったもんな。はい、こういう1、3、例えば自分が1、3、うん、サービスゲーム、うん、邪魔ですね、なんか。なんですかこれ。ちょっと、大丈夫かこれ。すいません。1、3の時なんか考えます。1、3の時、自分サーブっすか。自分サーブでもこの状況、うん、自分サーブはもうでも1歳やしな、うん、とりあえずまだキープしてそうっすねってことやんな。あの、まあ、言うほど 焦ってもないかもしれないですけど、まあでも、うん、コースしっかりファーストの確率とコースしっかりついていくのかなって思いますよね。うん、せやな。ルイスリター硬い反抗時僕慣れておりません。ナイス。ストレートネットありがたいですね。ねえ、決めに来られて。はい。ターン浮いてんな、俺。これちょっとよろしく。フォアサイドのリターンじゃないですか。はい。ワイ、まあワイド、ちょっとワイド方向にこうサーブじゃないですか。はい。めっちゃクラス一般のむずいなって思う。めっちゃ思う。めっちゃ思う。普通に持ってったらちょっと前衛に取られるもんな。そうっすね。だから僕フォアサイドちょっと苦手なんですよ。ああ。打ち込めますけど、うん、いいの来たら。うんうんうん。でもなんかそういうのなんか難しい。これあのフォアのクロスって太くやる。なんでフォアサイドにいいの。ナイスボレー。伊藤くんありがとう。高いっすね。足元に入れて。今ご飯どこ行くとか喋ってるんだよ。関係なさすぎる。ういそれでいいんです。あれをこう常にできるようならだな。ペア関東弁ってどう思いました。いやそれがめっちゃ面白かったか。あの最後送ってもらったんよ、駅まで。その時にいろいろ喋ってて、何やったっけな、バンバンか、はい、ボンボンええやん、はい、みたいな言ったら、バンバンみたいな。バンバンやったと思うねんけど、バンバンええやんみたいなこと言ったら、バンバンとか言われて、俺なんか音鳴らしたかなとか思って。そっからあの関西弁講座やってた。ほかすってわかるとかやって。あーなるほどね。ほかすとか言って。あとあのこれ皿やん。あー皿ね。それ前も誰かありましたね。皿
サラとかね、サラのボール、ボールサラでいきますって。あ、そうそうそう、サラってそれディッシュだろって言われましたね。ちょっと今度関東の試合出たら言おうか、はい、ボールサラでいいですか、はい、サラですけどいいですか。ポッカーンやろな、はい、今カウントなんぼですかって言ったらなんぼって何なんぼ。そうやろな、もう関東の人からしたら今なんぼって、そう、今なんぼっすかなんぼ、あ、わ、知らぬ間にマッチポイント。曲の硬いフォーティーラブ、お、お、うまかった。あ、惜しかったですね。ありがとうございました。